この子が死んでもダメなの？あ、そう、まあまあ、自警団のあれだもんね。エースだもんね。じゃあ、リュウ、ジャン、じゃあ、ジャンが下に行こう。あんたはシスターアリシャを知ってるかい？よく知ってますよ。村長の家で厄介になってるけど、実際に厄介になってるのは村長の方さ。村長はあの子が来るまではずっと寝込んでたんだ。村の誰しもがそろそろ迎えが来る頃かなと噂してた。それがさ、今じゃあの通りピンピンしてる。口の悪い連中はシスターのイルカに迷ったとか笑ってるけど、俺はそうは思わないね。あの子は女神様だ。きっとそうに決まってる。そんなにすごいんや。アッシュ、アッシュも続け。デューンは傷ついてるからちょっと、あ、会話できるぞ。シスター、大丈夫？いきなり戦場は危険だよ。お前急になんか、なんや、口説き始めたぞ。ありがとうデューン。でもあなたこそ大丈夫なの？もう体はどこも痛まない？あの時の怪我なら大丈夫さ。シスターに治療してもらったからもう何でもないよ。あの時の怪我、なんや、なんかあった？それならいいけど、いつも回復できるとは限らないから、だから無理はしないでね、デューン。うん、分かった。シスターも気をつけて。シスターアリシャ。何？デューン。あ、いや、ごめん、何でもない。あ、そんな気になることがあったらさ、もう戦いの前にさ、ちゃんとあれだよ、じゃあちょっと回復させとこう。いやー、でも下はね、大変なことになってるから。じゃあ誰でとどめさそうな。バーバリアンはじゃあポナセとまた一騎打ちしてもらおう。これはちょっとね、いや、まだ早いかな。スピアでやろう。いやー、倒しきれんかったか。この5のやつは、じゃあプロディが、スピアで倒せるかな。あ、2回攻撃を受けるのか、これもしかして。それはダメだね、プロディ君。じゃあトロイで、あ、連続攻撃、いけトロイ。よしレベルも上がったぞ。てかレベルこの人まだ4しかなかったんだね。速さ、力、技、まあまあいいとこ上がったんじゃない。よし、バトル走、まだ動けるよね。そしたらこっち行こう。じゃあ君はプロディがやる。プロディ、お前、あ、村が潰れた。おお、なんかやばいぞ。じゃん狙われてる。よし、じゃん、ナイス。あ、傭兵が動き出したぞ、急に。あれ、何これ、勝手に回復する。あ、魔法の効果って一旦遅れてくるのか、もしかして。じゃあゼイドがまた村を訪問しようかな。村長の家に綺麗なシスターがいるだろ。あの子3ヶ月、まだ3ヶ月前なの、この村にやってきたんだ。え、理由かい？俺もよくは知らないんだが、何でも家出した兄貴を探してるらしい。絶対あの傭兵でしょ、兄貴って。だけどさ、エリサの港に着くなり、山賊の襲撃に遭い、命からがら逃げ出してきたってわけさ。え、女の子一人でよく逃げ出せたなって？それがさ、たまたまエリサに出かけていた村の悪ガキどもがシスターを助けてやったんだとさ。あのクソガキ3人が人助けするなんて、なんだかうさんくさい話だよな。なあ、あんたもそう思うだろ。こら、いつまでもぐらぐら喋ってんだい。それ言っちゃ悪いが、あの子たちはお前とは違う。山賊の群れからあの子を救い出し、村まで送り届けてきたんだ。3人とも全員血だらけになりながらね。すごいじゃん。シスターを助けるのに必死で、自分たちの怪我には気づかなかったんだろうね。中でもデューンって子はかなりの重傷でね、傷の痛みで辛かっただろうに、それでも上ごとでシスターの心配をしていたってさ。デューンね、弓だからね。今時そんな若者がいるかい。私はね、その話を聞いて涙が出たよ。自分の息子がこんなんだったらどれほど幸せだったかろう、幸せだろうかって思ってよ。あの時ほど情けなかったことはない。母ちゃん、それはないだろう。
さあ、おしゃべりはもういいからちゃっちゃと働きな、このバカ息子。そしたらこっちの敵はどうかな。そんなに強くないな。でもね、あんま一人で単独で突撃すると痛い目に遭うから、トロイの体力的にはプロディがちょっと弱ってるから、プロディは回復させてあげたいよね。ジャンとアッシュ、ゼイドもちょっと弱ってるね。この山は誰も越えられないのかな。あ、じゃあデューンは弓で撃てる？あ、撃てないか。じゃあデューンも前に出て、コナッセル、どうしような。こいつ何なんだろうね。アムンゼン、あ、アムンゼンが兄ちゃんなのか、アリシャの。なるほど、そうだよね、絶対そうだよね。じゃあ待機して、あっち側行きたいけどね。一個これが村なのか。あ、武器と道具の店、わ、これ行きたいな。どうしような。コナセルも上行く。あー、そしたらあの下のやつが守れないかもな。コナセルはじゃあここで、君は待機だ。うわ、やばいな、武器の店がやばいぞ、狙われてるぞ。ここは壊されたくないな。あー、どうしよう、突っ込んでいったらやられるかな。プロディはでも回復させてもらいたいから、ゼイドが行こう。ジャンたちは下に降りて、ちょっとプロディはちょっと杖で回復させよう。あ、レベルが上がった。技でも5もあるんだね、レベル。デューンこの辺りで待機。プロディはいいか。コナセルはちょっと敵を引きつけよう。あ、このターンちょっと大事だったぞ、多分きっと。武器道具、あ、よかった、潰されんかった。トロイ頼む、かわせトロイ。よし、お前、あ、ナイスナイスナイス、よしよし。お、プロディをけ、この王様は三毒の用心棒かよ。え、ちょっと待て、コナセル頼む。よし、セーブ可能で、多分じゃあね、またね、続きやっていきますね。結構ね、多分だけどこのアムンゼンがお兄さんじゃないかなってね、思ってるんですよ。だからアリシャとお話ししてほしいんですよ。だからちょっとアリシャの方に来てもらわないと困るよね。じゃあゼイドはここでちょっと待機して、トロイがちょっとお店に行ってみようかな。お、すごいね、薬草ポーション。これでもね、薬草絶対買わないとまずいよね。回復し、あ、治癒の杖とかここで買えるんだ。テオのピラム、スピア結構強いじゃん。じゃあスピアと薬草2つぐらい買っていく。あと治癒の杖ね、これもまあ持っててもいいかな。はい、ストックってそういうあれだったんだ。そしたらコナセルはここに逃げて、ちょっとプロディ回復してる、これ。じゃあアリシャの杖
戦まあ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 まだいいかな。ちょっとこれ待機しとこう。敵を引き寄せよう。おいフィード、やばいやばいやばい、アムンデン来たよ。てかアムンデン強すぎ、アムンデン強すぎ、ふざけんなふざけんな。まあプロディ相手やったら大丈夫だよ。あトナセル相手やったら、君は強いから。よしよしよし、じゃあ予想が当たってるかとか試してみよう。これで会話できるでしょ多分。できないの、うっそアムンゼン、いやーマジかよ、予想が外れまくりじゃん。ゼイドはもうこいつをやる。よし、星がついてるやつってもしかしたらあの攻撃士も減らないっていうパターンじゃん。まあやったら確実に死んじゃうから、いやーまずいな。シスターもだって前に出たら死んじゃうから、ジャンが下がってシスターが強い振ろうかな。じゃんジャンで、アッシュ、デューンとかねすぐ死んじゃいそうだもんね。まあ一人は片付けよう、とりあえずコナソリに片付けてもらって、で突っ込んだらアムンセンがね多分強いから突っ込んだらまずいんで、ここはここはうわやっぱジャンに来たか、あデューンか、デューン頼むよ、死ぬなよこんなとこで。よしよしよし、いいねデューン、あいいね、あこういう効果ね、これはいいね。もう周りに立ってるだけでこいつらも HP 回復するのめっちゃいいじゃん。じゃあどうしような、うん、これもう ボコボコにするしかないよね。まあデューンが1個下がって、とりあえず呼吸コーネリアスね、まあアムンゼンをやるしかないよね。とりあえず当たらない、やばいやばい。そしたらトロイが行くか、トロイが行くしかないよね。ここはトロイが行って、もう伝説武器カトラスを使うか、スピアで行くしかないね。アムンゼンを、アムンゼン、アムンゼンふざけんなじゃあアリシャがここでちょっとスピアを振ろう、トロイに振ろう。まずい、トロイに振らないとまずいよ、トロイが死んじゃう。アッシュじゃなくてコナソリがだからこの単独やろう。あーコナソリ頼むって、これ回復しなかったらまずいね、トロイ死ぬよ絶対に。2回攻撃受けちゃうのか、まずいな。アッシュまずいぞ、これだいぶ死亡フラグ立ってない、まずいぞ、だいぶまずいぞあーかん、ジャン出てた、死ぬわこれ、まずいな。アッシュ死んだかな、これは。あー助かった、トロイジャン、強いな、アムンセン強すぎや、これ喋れない、できないか。ていうかボスキャラがさもう一人いるでしょ、だってここに、これこいつもめっちゃ強いでしょ多分。う
わこれめっちゃ強いじゃん、能力値が。じゃあやっぱこいつがお兄さんかな。まあイケメンだしね、アイシャのお兄さんで、アムンゼはちょっとねイケメンじゃないからダメだじゃあどうしよう。トロイもね、てか全然回復してなくないじゃあもう一回杖振るか。ゼイドでいっか、アッシュ、あーやっぱアッシュ回復させときゃよかった。アッシュを下げて、足を下げて、やっぱりあれだよね、ホラセルが行くしかないよね、守備高いし。もうね、出し惜しみせずに、守備もプラス3になるからこれで行くしかないよ。あ、強っ、ホラセル強っ。じゃあ美味しいとこはいただいちゃいます。あーロードアストラル1ぐらい当てれるよね、ゼイド。頼むよ、ゼイド、お前じゃあ、君にやってもらうよ、デューン。よし、デューン、チー、本物の騎士団かよ。これじゃ勝てるわけよね。よし、マシーナソード。でも、ソード使えないから、誰かに渡さないとね。まあここはちょっと一旦ターン終了しよう。てか全然回復しないじゃん。トロイじゃん、アッシュ。じゃあホラセルが下に行って、じゃあデューンがちょっとアイテム交換でゼイドに。あれ、マシナソド誰がソドできるのこれ。だってもうソード使いっていないもんね。トロイも装備できないしね。このバトルソウを戦いそうなやつ、ジャンがトロイからバトルソウをもらおう。薬草持ってたんか、そっか。ゼイドがトロイ、いやゼイドはちょっと、あ、会話できる。アリシャ、シスター、気をつけてください、私たちのそばを離れないように。わー、こんなね、ゼイド君みたいなイケメンが話しかけたら他の3人が嫉妬するよ。はい、ありがとうございます、皇子様。シスターは村のみんなに愛されているのですね。まるで女神のように慕われている。女神だなんて、私の方が皆様のお世話になっているのですよ。皇子様は勘違いされています。そうでしょうか。シスターの周囲には何か暖かい風が流れているようです。めっちゃいい人やん。皇子様はお口がお上手ですね。あ、少しじっとしていて。シスター、どうかしましたか。皇子様、腕に矢傷を受けられているのですね。いや、矢は受けてないかな、かすり傷ですから大丈夫です。シスターの手を煩わすようなことでは。黙って、矢に毒が塗られています。今すぐ治療しないと腕を切断することになります。マジで祈りのために身を寄せますが、緊急の時なのでお許しください。いやアルマエルネラーマ、この善なるし者に癒しの力を。ネイリー様、感謝します。あのシスター、終わったならもう離れた方が。あ、ごめんなさい、つい夢中になって。もう大丈夫です、体内の毒は浄化しました。なんだよこの主人公補正ありがとう、あなたは命の恩人ですね。いえ、聖者様の義務を果たした、聖職者の義務を果たしただけですから気になさらずに。では失礼します、皇子様。シスターアリシャ、不思議な女性だ。不思議だね。まあHP を回復してもらうために近寄ったら会話イベントが発生してしまった。よしよし、あー何も上がんなかった。あートロイ、そうね、プロディはもう完全に回復したから、
じゃん、トロイ。トロイもちょっと心もとないな。君はもうね、君はちょっと村に戻って、あーでもね、ここで、お金ってさ、人それぞれ持ってる値が違うのかな。まあちょっと後ろをね攻められたら怖いから、ちょっとここで自然回復を待とう。全然回復しないじゃん、やっぱり2,3ぐらいしか回復しないね。じゃあセーブして、じゃあアッシュにちょっと杖振ろう。あれ今アッシュに振った？絶対違う人に振ったよね。しばらく待ってもいいんじゃないかな。ここはちょっと早送りしよう。みんなの体力を全開までしてから、それから行ってもね遅くはない。レベルめっちゃ上がるね。そうだから、他の体力減ってるやつがいたら、ジャンもこれちょっと待機して恩恵受けよう。コナセルはね、まあ回復しなくても大丈夫な気がする。よし、レイド、アッシュ、杖振らなくてもね回復するからね、なぜか彼らは。もうちょっと回復しようかな。てか恩恵のせいって絶対回復してくれるよね、次の戦闘で。しなかったらかなりやばいんだけど。てかもうレベル10ってすごい上がるやん。この上の山賊倒せないのかな、どうにかして。じゃあ次のターンでデューンに使ってやるか。1回1回50回復したらすぐレベル上がるよね。よし、デューも全開や、アッシュも。よし、じゃあだいぶ回復したんで、みんなでじゃあアリシャを守りながら進もう。はい、デューン、このマップあいつ倒してよかったんかな。すごいね。あー、なんだこの守備が低いやつが前に出てきてもね、あいつ絶対強いもんね、あの守ってる傭兵。全員で固まっていかないとね。はい、じゃあ次ぐらい来るかな。彼の行動範囲は、あと4体なんだけど、強そうだな、ボスも。ここでセーブしたいな。トロイが行くのはちょっとあれだね。じゃあポナセルがまず突っ込んで、シスターがポナセルの後ろについて、一応じゃあ杖を使っといて、もうすごいレベルシスターがあるね、これ。でも HP は上がんないんだね。で、弓、弓ここに置いてもな。
あ、このプラスっていうのはあれか、支援効果が発生してるっていうあれか、いまいち見方がわからないっていう例の、よし、これでちょっと様子見よう。じゃああ、ここでセーブしたいな。5ターンちょっと待っていいですか。どうせ攻撃してこないから、ここはちょっと5ターン待ちます。はい、しで、セーブでここで、で絶対これお兄さんだと思うから、またポナセルを盾にして、ちょっとここで、か、まあゼイドがもしかしたら話しかけられるのかもしれないけど、ゼイドも守備高いからね、ちょっと前で待つ。アークス部隊はね、アークス部隊は守備力3とかしかないから、体力あってもね、死んじゃうんだよね。君守備力高いね、プロディ。じゃあ3人で固めよう。来るか、あっ、こなせる相手にそんなことしても、そんなこんなことになるんよ。ある種話せる話せないか、無理か。じゃあこいつはゼイドがいただきます。じゃあゼイドがいただく。レベルアップ、 HP、 技、速さ、あんまり速さとか上がってもね。じゃあコナセルが戦ってみようかな、ファランクスで。これお兄さんじゃないのかな。何者かは知らないが、かかってくるなら容赦はしない。っていうかこれ戦わ、ダメージ受けてなくない？シスターじゃあここでひたすら待っとけばいいんじゃないかな。でここで弓で、ああこれいいんじゃない？ハルディア、これでダメージ受けないもんね、ポナセル全然。え、なになにこれ、こいつの攻撃なに、かすりもしないんだけど。よし、なんだよ、見かけ倒しか。え、このイケメンポナセルさんのハンドスピアにの餌食になるか。ああ、ちょっとダメージ受けた。あ、やばい、でも3とかしか受けない。じゃあハンターボーで、ほら、何なんこいつ、見かけ倒し。だってゼイドもアリシャも会話できなかったから、まあでもアリシャがじゃあまた杖でコナンセル回復しとこうかな。あとのメンバーも攻撃できないから。え、薬草、って会話が できるとかだったらあれだし、ゼイドがじゃあ やらなきゃいけないとかあんのかな。ほら一騎打ちじゃ。いやー、もう何だ、もう練習台みたいな感じでやられまくってるじゃん。よし、シスターはまた恩恵の杖を使うと。レベル12だよ、やばいよ。もう1時間ぐらい戦闘してんだけど。
え、どうしような、でもこいつねえ、ハルディア倒さないと先行けないもんね。まあ薬草もね、多分3個ぐらいしか持ってないでしょう。ああ、いいねいいね。ああ、よかった、ポナセルじゃなかったら絶対死んでるよ。これ1グラム削れるでしょう。あっ、くっ、ラビニア、お前はどこに。え、何、やっぱりあれ倒しちゃいけないパターンだった。